コンピュータサイエンスの現在って話をしようと思っています。で、まあ、コンピュータサイエンス、今、非常に大きな転換期にあるというふうに僕は思ってまして、その一つの象徴が m i p s i r っていう定義なんですが、それの登場を中心にお話をしようというふうに思っています。で、最初に、まあ、あの m、m i p s i r ーっていうのはどういうものなのかって、ざっと、 お話しようと思いますけれども、MIPSTAR=RE ていうのはミックスタ、m i p s t ー r これは複雑性のクラスなんですけれども、それが RE に等しい。RE っていうのはリカースグリ s i v e l y e ってやつで、ね、これパート2でも少しまたあの復習しようと思ってますけれども、これはあの決定不能だっていうことをですね。だから m i p s t ー r r e って というのは、あのミックスターという複雑性のクラスは、あの決定不能だということを述べている定義です。まあ、それはある意味、あの1930年代のゲーデルの不完全性定理以来、まあ、あとは例えば有名なのはチュリーリングの停止問題の決定不能性みたいなのがありますけれども、そういう一連の決定不能型定理の一つなんです。 で芸能の結果っていうのはあの人間の認識可能性の一つの原価を示すということで,で、まあ、中身はいろいろあの詳しいことは分からない人も多いと思いますけれどもただあの我々にとってあの知り得ないことがあるという意味で大きなあの衝撃を与えたのは あの事実だと思います、まあ、それはどっちかっていうと認識論というか哲学的なレベルでその不完全性定理というのはショックを与えたわけですね。ただあの不完全性定理というのは実はまあこう言っちゃなんですかあまり役には立たない定理でしてでその不完全性定理を導いたゲイドルの方法自体というのも数学の基礎理論の内側にとどまっていますし。 不完全性理が科学の方法論に影響を与えたことはなかったと思います。で、さらに、まあ役に立たないと言いましたけれども、ゲーデムの定理に注ぐものが、他の数学や他の数理科学の分野の問題解決に応用されることはなかったように思います。ただ、MIPSRE というのは、ある意味その21世紀の不完全な定理と呼んでもいいものだと僕は思ってるんですけれども、 でこの点では明らかに様相が異なります。で、この定理自体は、コンピュータサイエンスの中で登場した、まあ、あの決定法の型定理なのですけれども、それは、あの狭い意味でのコンピュータサイエンスの枠を超えて、数学や物理に重要な応用を持っています。で、実際に論文自体の概要、あとで少し。 続いてお話しようと思いますけれどもあのノンローカルゲームってやつこれもあのパート3でお話しようと思いますけれどもそのゲームの値っていうのを定義するんですけれどもそれが決定不能だってことなんですけれどもでこれは量子力学の基礎のティレルソンの問題でそれを否定的な答えを導くしまたこの結果は数学の作用ス観論っていう分野があるんですけれども あのノイマンダイスとかもいいとか言ったりしますけどそれがもう1970年代から長いこと解けなかった難問ですね今度の予想っていうのがあるんですがそれを解決しましたしかも否定的に要は今度の予想は間違っていたっていうことですねでまあその細かい話はあのそれがどういう仕様でどういう数学的なあの 概要を持つのということは置いておいて今回はゲーデンの結果を多くの人が授業したようにでまあそれの認識論的哲学的な概要をまず初めに考えておこうと思います。でまあこういう考え方っていうのはあのそういう意味ではあの科学的数学的には正確とは言えないかもしれませんが物事を総合的俯瞰的に理解する上では 多分有効なものは僕は信じてますで、まあ、ここで示す解釈はもちろん僕の解釈なんでそれが正しいってわけではありませんがあの、まあ、そういうあのあの全体の意味をあの認識のあのとの関係で考えるっていうのはあの理解の助けになるだろうというふうに思っています。で大事に考えなきゃいけないのは あとももすすぐ触れますけれどもこの定義を証明の中で中心的に役割を奇妙なあの証明者という概念が登場するんですけれどもでどういう存在かというとあの無限のエンタールメントをお互いに共有してで全能の何でも問題が証明できるというものをそういう人たちをあの仮定しますで。しかもこれ厄介なのは 単に全能であるだけじゃなくて、時々人間を欺く。嘘を言うんですよ。そういうで、不実で全能だって言い方をしたりしますけれども、でこれは何なんだということを少しあの最初にお話ししようと思います。で、これはまあ僕の解釈だと、あの、それは我々が科学の対象としている自然、あるいは宇宙。 でこれはですね実はもう今エンタルメントどこにも偏在してるわけで、えー、つながってるわけですねしかもあの宇宙に対する問いかけって実は宇宙は実は自然としてあの答えを知ってるわけです何にでも答えだでもそれは時々人間を欺くだって人間はあ人間のせいかもしれないですけどあの誤解をするでそうしたあの全能で不実な 証明者というのは多分僕らの科学の対象である宇宙や自然をあの人格化したものだとあのそういうイメージを持つのは多分いいだろうというふうに思います。でどういうことかっていうと我々はやっぱり有限な存在で我々の認識自身も有限なんですね。でその有限な認識を組み合わせて近似的にその宇宙の謎なり自然に迫ろうとします。 でしかし、本当は宇宙はあくまでも無限で、そうした有限の近似では多分、覆い尽くせないで。そういう意味では人間の認識っていうのは有限だけれども、自然は無限で組み尽くせない。ということを、この定理はあの改めて言ってるんだというふうに僕は考えています。でも別の見方をすると、実はあの宇宙は無限なのか、有限なのか。 というあのそういうい議論がありましたで少なくない人は実は宇宙は有限なんじゃないかっていう説もあったんですけれども今回の結果は明らかに宇宙は無限人間は有限だけど宇宙はそういう有限なものの,あの知識の相和で多分覆い尽くせないってことを多分はっきり示したものだというふうに思います。 まあ、それで、あの、僕らの自然認識や宇宙の理解っていうのは絶望的かっていうと、実はそうじゃないんですよね。まず第一に、あの、我々の有限性とその対象の無限性っていう、そういう関係はきちんと我々認識できます。さらに、我々がその無限なものにアプローチする近似でも構わないんですけども、それがある場合には、有限な認識へ還元できることがある。 そのことをここのテレビは教えてます。これは非常に大きな希望ですね。繰り返しますけれども、宇宙、対象としての宇宙は、あるいは対象自体は無限でも、我々はあの有限な近似で,で、それに可能なかに迫ることができる。ということを言ってると、まあ、楽観的に言えばですね。 悲観的にはいくらやったって無駄なんだって話なんですけれども、楽観的に言えばそういうこと自体を我々があの方法としてあのハンドルできるということを言ってるんだというふうに思います。で、2番目に考えたいのは、まあ、今のはちょっと大きな問題なんですけれども、もっと身近な問題で、あの宇宙はちょっと大きすぎるんで、機械と人間の関係。まあ今の あの最近のトピックというとあの人工知能論の課題としてこの定理の概要を考えることができると思ってます。でもうすでにあの去年ですね、今年だったかしら去年ですね、Google があの現実の量子コンピューターで量子優越性というものを実証しました。で僕なんかはあのそういう計算主義っていうんですけれども あの機械の知能と人間の知能というのは基本的には同一である。でそれはその同一さの根拠は両者が持つ計算能力が同じだからというのがあの人工知能論僕なんかの計算新社の人工知能論の基本的なフレームだったんですけれどもでこれはもうすでにあの、まあ、実際の量子コンピューター現実の量子コンピューターって言いましたけれども あのまあ、少なくとも g ー e が構成した量子優越性を示しては実は何百年たってんの何百年もできないんですよね。でそれにもかかわらず基本的には量子機械っていうのが人間より高い計算能力を用いるということはこれから考えなきゃいけないこと。で我々はあのそう計算論計算主義的に言うと古典的なチューリンマシンの能力しか持たないんですよね。 ただ機械と人間との関係でいうと機械が可能的には人間に高い計算力を持ちこれはとても大事な問題です。で実際 MIP スター =RE 定理が仮定しているような無数のエンタグメントで結合されたたくさんの量機械のグループでこういうものは我々にとってどのような知性の持ち主に見えるんだろうか。 これは分からないさらにこうした様式界たちとの対話は我々の認識をどのように拡大してくれるのかでそういう問題があの生まれてきましたでこうした問題に答えるヒントはあの今回の MIP スター RE テールの中が含まれていると僕は考えていますもちろん答えはないまだないんですけれどもで我々はこうした機械と人間との関係 で要するにあの明らかにあの人間より高い能力を持つ機械とそれよりまあ劣った能力をしか持たない人間との関係で我々人間がどういう認識を得ることができるかって問題を考えるそういう問題を提起するあの入り口に立っているというふうに僕は考えてます。 で、問題を正しく提起するってことは、あの、問題を答えるために一番大事なことです。また時代との関係で言うと、ある時代はその時代が解決可能な問題しか我々にあの示さないんですよね。で、答えとその問題が出てくる、問題自身が違うわけで。で、そういう意味で言うと、我々は新しい問題に取り組む、そういう あの時代にを迎えているというふうに僕は考えています。まあ少し空想的だったかもしれないんですけれどもただはっきりしていることが一つあります。でいずれにしてもその現在のコンピューターサイエンスっていうのはあの,あのまあそれは全ての学がそうなんですがまだそのあの幼年期にあってどっちかっていうとヒューリスティックで経験主義的なもの。 ですね、でそういうものの中からあの情報と計算の科学、これが計算経験主義じゃなくて新しい 3D 科学として誕生するで。それは空想じゃなくていつか現実にあるだろう。だから今回のセミナーでもコンピューターサイエンスの現在というよりもちょっとコンピューターサイエンスの中でも結構狭い領域に感じる人が多いかもしれません。 皆さんのコンピュータサイエンスに対する感覚から言うと、まあ当然かもしれませんけれども、それはあの過渡的なことで,で、この時代を経て、新しい数理科学ですね、として、計算と情報の科学が登場してくるというふうに僕は思っています。で今回はそういうい意味ではあの m i p s t a ー r ーの射程とその源流っていうのを最初に少しお話ししようと思います。で、パート2ではこれはまあ、あのまあ、今回基本的にはその歴史を遡の振り返るっていうことで、まあ、計算可能性理論と計算複雑性理論の歴史を簡単に振り返ってみようというふうに思います。で、3番目が実際にそのミックス t a r 定理に関係した話題なんですけれども、それを僕は エンタングメントの時代っていうふうにまとめておきました。その中で、あの、インタラクティブプルーフっていう対話型証明と量子計算複雑性。で、それが、あの、大きな課題になっている。これがコンピューターサイエンスの大きな課題になっているって話をしていきたいというふうに思います。で、パートナーに入りますけれども、ね、MIPSRE 定義の射程とその原理で、MIPSRE っていうのは、あの、今年の1月に、 あのジェン・ファン・ズィアナント・ナ・タラジャン、トーマス・ビーディック、ジョン・ライト、ヘンリー・ユウェンという5人の,あの若者若者かどうか、僕は若いですね。で、まあ論文5人なんであのあの、頭文字を取って JNVWY って言ったりします。で、この並び順の最初、ちょっとよく分かんなかったよく考えてみて、これアルファベット順ですね。が 真ん中出てるんで、VWY っていうのが後ろにみんなつながってるんで、うん、アルファベット順なんですよね。で、今年の1月に論文が出て、で、今年の9月に実はあのいくつか、あのー、足りないところがあって、解体版が出ています。で、どういうのか、まあ、これがその5人ですね。あのー、まあ中国。 インド系が2人だと思いますけどインド系が1人でまあ、まあ、国籍は関係ないかもしれないですがあのやっぱりとてもあの新しいあの若い才能が登場してきてるというふうに僕は感じていますで MIPSTARRE っていうのは、まあ、こういう潮な、まあ、生活をこの4つにまとめてみましたけれどもえっと最初のこの ミックスタイト RE っていうのはこういうことです。我々古典的検証者が、これは我々人間、要するに、チューリングマシン、古典的なチューリングマシンの能力しか持たないもの。それがエンタングムを共有する全能の、これ先ほど出たそ全能の、実は不実な、量子理論的証明者と相互作用して、これはインタラクティブですね。 決定することができるミプスター言語のクラスが、機能的加算言語の RE のクラスに等しいことです。これはだから、冒頭言いましたよ、ね、ミプスターという複雑なクラスは決定不能だったことです。それから2番目に、我々の結果の直接の副産物は、停止問題から2人のプレイヤーにノンローカルゲーム。このノンローカルゲームとの第パート3で少しお話し,しますで。エンタグ 1> 値え一を持つかあるいは最大でも二分の一を持つかどちらかなのを決定する問題の実効的な還元が存在することである。これはなんかわかりにくいかもしれませんけれども、えっとこれは実はあの照明の副産物、照明の本体は実はそこれなんですけどね。で、まあそれについてはまた次回です。ただこの一にの実はコンピュータサイエンス、あの量子計算複雑性やあの。 MIP スターは量子計算複雑性ですね。ね RE は計算可能性の概念ですで。コンピュータサイエンスの領域の話題、成果です。で3番目のキレルソンの問題というのは、これは量子論の基礎の問題の問題です。それ実はから否定的に解決するんですが。それから4番目のこのエンベディングコンジェクシャンこれは数学の問題です。これを否定的に解決 というふうに、量子解散複雑性が量子力学、それから数学すべを全部カバーする。で、そういう定義だったということです。これは、あの、ある記事から撮ったんですけれども、これは動画なんですが、左側に解散科学があって、それが量子力学に衝撃を与えて、さらには純数数学まで、ね、この、あの、 影響が及ぶというアニメーションですねこの計算科学量子力学数学でこういうものにこの一つの定理が、えー、と有効なあの解を与えたということです。で,でこのミプサー・アリ、e、論ロの源流というのは実は1930年代に遡ることができます。 で、この例えば、あの、このミクサーリーが解決した、あの、数学でのコンドのうまくみ予想とか、物理学でのキラルソンの問題といずれも、1932年にコイノンマンが初めて行った、量子理学の数学的形式化。で、ここに基礎を持つ問題です。で、この時期の物理学上の最も重要な発見は、1935年の アインインンンンンシュタタエグルメトの発見です1936年にチューリングはゲーデルの不完全性定理をチューリングマシーンの停止問題の決定不動産これは RE いずれも RE ですねトライナスでこの当時実はコンピューターって影も形もなかったんですねただこのチューリングの仕事は今日のコンピューターサイエンスの出発点といい仕事だったというふうに思います で、1930年、これらの達成は、全く今まで存在しなかった学問領域を新しく作り出したといっていい、画期的なもので、で、そこに違いを持つ研究分野の研究は、今日まであの連綿として続いています。で、重要なことは今から、1930年、今から80年以上前のことなんですけれども、この、1930年代に、それぞれ独立に、バラバラに行われた、 ただし、画期的な研究が、あの、今日の到達点から見れば、深いところが実は結びついて、で、そのことを我々に、お我々に教えてるということ、これはとても興味深いことですね。で、もう一度まとめますと、1932年に、本能ン・ノマンが数学の分野で、 まあこれはユ論の世界でもその部分でもあるんですけど、ね、量子インパクトの,の数学化形式化を完成しますそれから1935年にアインシュタインがエンタングメントという状態を発見しますそれから1936年チューリングが停止問題の決定不能性の証明をしますでみんなこの写真 若い時にはないんですけど、このノイマンがこの仕事をしたのはおそらく29歳ですね。アインシュタインは結構、あの、壮年時代だと思いますけど、チューリンがもっと若いですね。これは、あの、24歳の時の仕事ですね。ノイマン29歳、チューリン24歳の時の仕事です。で、この数学、量子的な計算科学のこの今、 ブルーとグリーンと赤で示してますけども、これはずっと、あの、それぞれの分野ごとに、あの、歴史を積み重ねて、で、最終的には2020年にウプスターあるいっていうのにたどり着きます。で、大事なことは、まあ、あの、ポイントは多分2つ、 あって一つはそのあのー、今度の埋め込み問題っていうのはとそのキラルソンの問題っていうのは21世紀に入ってから同値であるっていうことがあの証明されます。でもう一つは、えー、っとこの1960年代のベルの仕事となってこれはあのその時アイサイの理論をいろいろ あの反省するということをやるんですけどもそれの中で CHSH ゲームっていうのが出てきてこれはまあ1960年代ですそれがですね実は一番右側の計算不可製コンピュータサイエンスの中の、えー、と1990年代のインタラクティブグループやのローカルゲームっていうものと実は結びついてるってことが あの気づきますだからあのそれぞれ3つの分野でバラバラに進んできたわけじゃなくてそれぞれがあるところでは合流してあるところではとてもあのだってベルの定理っていうのは60年代ですねノンローカルゲームは多分90年代以降だ30年以上のギャップがあるんですけれどもでそういうものが結びついて今日のミプサーリーになった。 でまあ、例えばこんなの問題って1976年か8年だったと思いますからもう,あのもう50年近く前未解決だった問題ですね。だからあのパート2であの歴史をあの年表風に振り返ってみようと思ったんですがなかなかこの連続して順番に何かが起きてるわけじゃなくて時には数十年の時を超えて あのそれぞれ別な分野が結びつくってのダイナミックに起こるんで,でそれはちょっとなかなか記述しにくいんですけど流れども長いとしてはこういうあの数学物理学それから計算科が、まあ、特にあの複雑性理論の絡まったところで今回の定理が あの動いてきたっていうのはあの頭の中に入れてもらったらいいと思います。で1930年代っていうのはとてもあの今のミップスターあるいこれはあ,のあんまりコンピューターサイエンスの話と関係ないんですがどういう時代だったのかっていうとまあその,あのノイマンが物理学の数学化をした1932年ちょうど日本で五・一五事件が起きた年ですね。 で、チューリングが、あの、停止問題を、あの、解決した、停止化したのは、実は日本だと226事件ですね。で、もう、あの、1929年世界恐慌が始まって、で、アメリカでも、あの、いろいろ、まあ、アメリカ貧しい、ね、右側アメリカですけとても貧しい状態ですね。 で、1930年、最終的にはヒトラーが登場して,てそういう時代です、ねで。なんでこんなことを言うかっていうと、その、要するに30年代に、その、まあ、あの、ある意味、二次世紀を代表する天才たちですね、本んの、まあ、一はアインシュタイー,ーたちが活躍した時代のは、こういう時代だった。で、逆に言うと、今のウィプスアンある あの2020年に登場したっていうのはそういう意味では僕は何かあの時代が似てるのかもしれないまだ世界恐慌になっているわけじゃないんですけれども未曾有の危機の中でただ科学の世界はそれとはあまり関係な外に見えるかもしれませんがあの着実にっていうかあの進んできてるということですね。 簡単にこの歴史を書いてみますあの歴史分、まあ先ほど言いましたように、それぞれの分野があって、それぞれに実は結びついたりと、あのあの時間を離れてあのあの、他の応用を見てくださたりするい簡単ではないんですけど、基本的にあの4つの時代区分で話をしようというふうに思っています。1つは、1950年代の計算可能性理論花開く時代、それから1970年代 のそれから1990年代の,あの量子計算複雑性理論。で、これはパート2でまとめて話をしようと思います。で、最後にパート3は、やはりエンタングルメントというのが、うん、あの、アインシ1935年の発見のはるか遠く時代を離れてるのそれが非常に遠い射程で我々に。 あの影響を与えてるっていうで今はやっぱりエンタグメントの時代だと思うんですよね。そのエンタグメントの時代の中での量子計算複雑性としてミクスタール e を考える。でミクスター RE っていうのはエンタグメントの時代の計算科学のマイルストーンだというふうに僕は思っています。 ューリング停止問題で、まあ、完成形はどっちかっていうと、チャチューリング停ーっていう形でまとめられていくんですけれども、計算複雑性は、クック・レンあン、あのカープたちが活躍する時代なんですが、前半は P=NP、INP、完全問題ですね。で、90年代からインタラクティブ,ブルーフだとか、PCPT 定理っていうのが、あのまあ、大きく変貌をします。 で、第3段階は、量子コンピューターが、あの、概念として登場して、量子複雑性って概念。まあ、最初は BQP って概念だったけそれが登場して、手話のアルゴリズムが出て、本日の、えー、と部分による量子優越性の確認みたいなやつがある。こういう流れです。これはパート2でお話ししようと思います。で、パート3で、エンタグルメント、量子複雑性っていうことで、 まあこれ全部話をするわけなんですが、MIPSRE 定理っていうのをできるだけ分かりやすい形で言い換えられたらいいなというふうに思ってます。まあ、あの図式でい言うと、あの左上の1のところが計算可能性、で2のところが NP 関連の話を絵を描いてますけれども、えー、とあの計算複雑性、で3のところが BQP ってもの、昭和の,のアルゴリズムが BQP だって話が。 こういう認識を経て最後は、えー、と今まで計算複雑性っていうのは基本的には計算可能な領域の中の複雑性をクラス分けしてたんですけれどもそれがあの計算不可能なあるいは計算を不可能決定不能な領域まであの計算複雑性の概念が伸びてったというふうに見ることもできます。でこういう流れで今日の話をしようというふうに思っています。